明するとこんな感じなんですけど、病気を治してくれる方たちがお医者さんっていうイメージありません？ね、ヨーロッパ行くとそうなんですけど、アメリカもそうなんですけど、日本だけはちょっと違う教育してるんですよ、他の国と。でどんな教育するかっていうとね、診断名をつける教育します。 NHK で見ます？興味ない？ NHK 見ます？ほとんど見ない。あの診断名当てクイズやってるの見たことありません？研修医ってまだお医者さんの卵が3人ぐらいと医学部の教授かなんか出てきて、ね、こういう症状の人がいます、病気の名前は何でしょうかって、でそういうのやってるんですよ。で違う、ね、研修医、まあ、お医者さんの卵が違うこと言ったら、まだ君甘いねなんて教授がかっこいい態度して言うんですけど、どうでしょう古川さん、病気治してほしいです、具合悪いの治してほしいです、病気の名前つけてほしいです、治してほしい。日本の医者さん保険適用させなきゃいけないので、病気の名前をつけるっていうのを教育されます。